じゃあ、今日は、分岐路から、前回左行ったので、じゃない方に。順番で言うと上？ N の13。ちょっと待てよ。N って、この1個上って行ったことないんじゃない？このステージ見たことないよね。気晴らし。捕まえる手法あるのか、これ。穴を落とすことはできるよ。これでぐるっと回せば。うわ。あれ？今どこ？N の13。これさ、この下にいるやつってさ、つがいにしてクリアすると、このウサギはどういう判定になるんだろう。別にしてもしなくてもいいんだけど、まあ子供もらえるからするけど。これってこのウサギに対して正しく取れたっていう判定になるのかな。なったな。じゃあいっか。で、こいつもこいつで、まあ、正しく取りたいというのがあるので、これでエリアは違うけどキャッチはできたってことになってるはずだよね。うん。まあこの部屋で取れるかどうかについては正直わからんな。できないなと多分思って、私は思ってません。できるな。できる、できる。ここだ、ここだ。だからこんな感じでぐるっと回せばいいんじゃない。これはちゃんとできるね。これで正しい。っていうことさ、やっぱり他のステージもさ、正しくキャッチできないやつってできますよねって言ってるよね。ツルハシが2発。この辺のステージはスコップはないから、ここ出口でしょ。普通に捕まえることもできるし、つがわせることもできるわけだから、つがわせた方がよくね。10です。これで次のアイテム的なものは手に入るはず。 OK。 ちゃんと取ってるね。じゃあこれはこれでさらに下行こうか。王座の部屋、こんなにでかい空間あります？なんで寄ってんだ左に。いやでも面白いな、これ二つで行き止まりを作れるよと言ってるね。まあ作れるわね。イーズイ。そして落とすこともできるだろう。できるかな。できるかな、それは。ここに入ってもらって、
出口塞いで、あ、上から出ちゃうわ。ミス。穴塞がないとダメだね。やるなら。穴塞がないといけないよね、やるなら。つったら上の階からウサギ持ってこれないのかな。捕まえちゃった。こうすると、すがうし、すがった結果、ここは通れないから、タリオ、順次真ん中に送ればいいんじゃないか？じゃあ。ああ、早いですね。上に置かなくていい。これ念のためここに置いとくけど、そこ入るでしょ。もう一匹も同じとこに入れるのよ。うそうそうそ。違う。で、ここだね。そうすると。どうしようかな。スーパーツガイ作りたいから、これ今スーパーツガイまでいける可能性あるんだよね。この3をさらに下に落とすことで4いけるんじゃないかっていう夢があります。4行ってみたいよな。これはもうここまで来てるから やる。 OK。ああ、今、まだいくつ増えたか見てなかった。いや、4見たいもん、これ。だって。見たいよな。ね。ここ置いて。これ、あ、ちょっと待って、これどっち行くんだっけ？檻行かれたら終わっちゃうな。これ檻行くんだっけ？檻行く。じゃあおしまいじゃよ。よかった。なんで？なんでそうなる？これ檻と穴の優先順ってなんかあんのかな？もしくは単純に移動方向の優先順だった？でも俺がこっちから来たからなんか優先的には檻行きそうだったけど、俺がこっちから来たんだったら。もしかしたら、いや、わかんねえ。まあいいや。夢の鳥、ダブル、トリプルの次、見られるのかもしんない。まあ、この辺はまともな解き方してないので、またいずれ来ることにはなるんだけど、まずくっつけるやろ。16。で、これまっすぐ持って。だけでしょ。ちょっとね、曲がられたら困るな。まっすぐ落ちてくれ、そのまま。いいね。あー、途切れてる。ここ、こっから先解いちゃったか。じゃあ、うわー、もったいねー。持ってきたのに、せっかく面白いもの。もったいねー。こっから先いねえぞ。じゃあ、あー、もったいなかったねー。もったいねーことしたなー。あ、そう、正しく取りに行こう。いや、取れとこじゃないよ。これダメで、どっからだ。これダメで、これは取った扱いだから、こっからだ。これをちゃんと取れって言ってる。つがいに、あ、忘れてた。そのマップで取れたから、あれでもこれつがいにして持っ
セーフなんじゃないの？それってこの上をつがいにするだけど、あれ、ここわかんないかも。つがいにしちゃったやつらはキャッチしてない扱いになるんだな。ああ間違えた。なぜだかは知らんけど、開ける場所間違えてる。ダブルにして、まあやり方は同じよ、さっきと。あ、そこでなられると困るかも。一体一体持ってきたい。ここでこれと合わせて落とさずにあれを取れれば、この場所ですごい簡単にキャッチ判定になるんじゃないのかと思ってるけど、あ、ダメだ、取った判定になってね。ダメなんだって。じゃあこれ邪魔邪魔だわ、そのウサギなしで普通にこれを取ろう。普通のウサギで普通に取れねが目的なんだな。また多分忘れます。ということは普通にゴール見つけない際よ、曲がり角の先にこれがあるよねみたいなのが理想ではあるよな。そういうのができる場所は割といろいろあるけど、ここはそもそも入れないのかな、多分。ここにウサギ追いやればもうクリアできるよね。それってそんな難しいか？まずそっから出すのか。逃げられるな。出てきて、これ右に送るとこの辺から出てくるよね。まっすぐ行けるから。上から来ても左に曲がっちゃうので、やっぱりあれ、そっち行くか。そっか、そうじゃん、そうじゃんじゃん。そっち側に行かれるとクリアできるんじゃないの。いや、できないか。いや、これクリアできるんじゃないかな。これであいつ行き止まり行くでしょ。行かないかもね。あいつ賢いからな。あいつ俺より賢いんですよ。左に曲がっちゃうんで、こっちにすると、ああ、下行くか。こうすると上には行くけど、ここを左に曲がれっていう命令が入らないんだよな。ってことです。それどうしようかな。ここで止まってても、上から持っていくと右に戻っちゃうし、こっち行くと左からあっち抜けてって、まあいいか？こいつが、
左に行って、まあ、上に行って左に抜けると戻っ、めっちゃ戻るやん。そしたらこれ捕まえられる？回避能力すごすぎる。これなんで入んないんだ？これ入んないんだ。これもう行き止まりって分かってるってことなんだ。はい。まあこんなことしても逃げられるんですけど。あ、でも逃げられるけど上に送れるから。あれ？ここに送ったらクリアっていうのはなんでだっけ？ここに送ったら、ここがこうな、ここが、え？なんでこれクリアになるの？誰がこれをクリアだと言った？私は当時何を考えてたんだ？これはクリアになるのは、見当外れのことやってたのかもしれない。もしかして逃げるっしょ。はい、変なこと言ってたのかもしれないな。ここに持ってきてどうすんねん。逃げる。逃げるよな。こんなところにとどめる。だってここがもう思いっきり抜き道だから。なんか勘違いしてたのかも。目的地ここじゃなかったな。ゴールできる場所。ここにいて、この配置じゃん。ここにウサギがいて、上に送れば勝てるじゃん、だんじゃん。なんかそんなのあった気がするけど、タイミング。もう、ウサギがその真ん中にいる状態？この状態で行くと、あ、いいじゃん。なんだ、やっぱり合ってたじゃん。よかった。で、これもちゃんと取ろうね。ほとんど行き止まり。まあ、箱は2つあるので。
どういう場所ができるかな。ほとんど出られるので、この場所からでも一つ場所があるとしたら、ここだ。こんなところにウサギ持ってこれるかな。ここにウサギがいた場合、絶対左右に抜けるよね。ここにいるウサギを上に送ることもできなそうだよね。こんな場所にウサギ来れるのかな。ここ渡して、ここ、ウサギはこっちに行くことすらむずい？それは、むずい。上からウサギをこう送ることはできるから、ここが行き止まりになって、だここをこう持ってくればここで取れるな。上から持ってこいって感じだったら、それはどう？できそうじゃない？これはちゃんと取ったんで、じゃあここで打ち止めだな。このルートはそんなに難しくなかった。で、つがいが10超えたので、あの子に話しかけて何かもらってこよう。何がもらえる？つまり、小さなお前ちゃんたちが戦う可愛いゲームがインストールされたパソコン。これなんだろうな。そんなゲームある？お、すん引きね。ポータブルコンピューター。大型アップデート。20匹でアップデート。あと4匹。これさ、だったらさ、あのエリア全部開放して、上から上号のところも全部やるやつじゃん。じゃない？そしたら、ボコンボコンボコンみたいな感じでもっと増えるんじゃないのか。それどこやったかというと、N のルートの全開放でいいのか。ナムさん。やるべきは、ギャラリーからひたすらこっから積み上げる。本当にやる？ちょっとやってみようぜ。これで20いくのかな。パソコンはあるね。これは私の興味なんで、やってみればいいんじゃないか。つがいを作り、つがいを作り、
ここでもつがいを作り、あーあとめんどくさいかも。やっぱ移動させるのが一番困るね。曲がんなかった。こっちにやってからここに置くと上に落ちるんだよな。理由わからん。で、このエリアも二人合流させて、押し込んで、あ、これ入んないかも。入った、なんで？なんでここにいるやつがこっちに移動しようとしたんだろう。こっちに逃げると思ってた。謎です。で、こっから合流を。あ、ちょっと待って、落ちるね、お前。よかった、よかった。こっから合流をしていきたいところです。合流して穴に落とすのは、まあ、ぶっちゃけめちゃめちゃ簡単なんで。捕まえないようにしたいだけ。20になった。あれ、じゃあやっぱりさ、なんか掛け算じゃないけど単純な1増えますみたいな増え方じゃないな。ウサギだもんね。そこ落ちてくんなきゃ困るな。OKOKOK。で、それも合体。これも合体させるだけでいいので。まあ、やばいとこ入ったな。うん、その方がいい。左下に連れてこよう。左下？右下ね。ベリグ。え、これで5。だから、やっぱ1人に対してもともといるやつ分足されるっていいね。1、2、3、4、5、6。すごいぞ。かっこいいぞ。まあ、キャッチする必要がないけど。素晴らしい。これで。アップデートがあるはず。いや、面白いな。全然このその組み合わせのコンプリートは目指すのは難しすぎる気がするけど、考えてんだよな多分。何ができたんだろう。あ、これは嬉しいですね。こりゃ嬉しいなぁ。いや、マジで嬉しいやつ。これだよね。これでよ、求めてたのは。もうちょっと縮小してくれても嬉しかったなぁ。縮小してほしいな、これ。一画面でこの5枚が全部見れる方がいいじゃん。これで、クリアできてない。このステージクリアできてないなぁとか分かって、まあ、それを取りに行くわけだけど。傘って今どこまで行ってんだ？ああ、こういうのちゃんと見えてんだ。で、ここはまだ見えてない。入ったことないところは真っ暗なんだな。そらそうかい。
ここからこれだよな。じゃあ何これってなる？これは硬いところが濃い色？これ隣から入れんのかな？スコップ1。1じゃ入れないか。でも変なところからウサギをこう、これウサギさ、穴に落とすはよくやってるけど、隣のエリアに移動させるはあんまりやってないんだよな。まあ、それをすることで繋がわせるみたいなことはめちゃくちゃできそうなので。あ、でもさ、あれか。隣に行けるかどうかは。これもマップコンプリート対象になっちゃうの？やばいけど、それ。絶対いけないとこあるでしょ？絶対いけないとこあるよね。いけるいけない、自力で発見せんといかん。まあ、こういうところ絶対アクセスできないから、絶対じゃないんだよね。ハードブロックすら破壊できる挙動があるから。スコップとか、エルは。自分の見てないマップに関してはどういうブロックか関係なくぶっ壊すからね。強すぎる。いやまあ、普通にじゃあこのエリア全然クリアしてないから、あ、違うかも。これさ、こっから下に行けないのって、分岐路から上に登ってここまで来させるみたいなことやらせんのかもね。いや、ありそう、それ。ここで打ち止めだもんなって、なんか。これはそれで、ウサギがいるのは気持ち悪いんだけど。いや、これ違うエリアから、ピッケルで入ってくることによって、このウサギ、逃がすルートとかあるんじゃねえかな。だから次回、まあ、次回はあれですわ。次回は、分岐路の、だから、何階？分岐路は13階だから、ここの、今上ルート行ったんで、次は、下ルートかな？行きましょう。お疲れ様でした。パソコンを閉じるってどういうの？ここか。60。やばくない？ 60 いますって言われちゃった。はい。では。